ここれより会議をまますすの際ご報告いたしますお手元に配布いた,しいたしておりますとおり今回期中本委員会に参考送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は北朝鮮によるすべての拉致被害者等の即時一括企画を帰国を求める意見書ほか2件であります。次に閉会 中審査に関する件についてお諮りいたします北朝鮮による拉致問題等に関する件について議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますがご異議ありませんかなしなしご異議なしと認めますよってそのように決しました次に閉会中審査案件が不託になりました場合の所見についてお諮りいたしますまず閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には議長に対し 委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地等、所要の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。<し>ご異議なしと認めます、よってそのように決しました。次に閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、 委員長にご一人願いたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました本日はこれにて散会いたします